Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうも、ダムダムさんにむろです。どうも、ホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、ホイップ、人生相談室。にむらさんさ、はい、俺に挨拶させないでって。すいません。いや、挨拶は入れといた方がいいかなと思って。でもあそこで喋っちゃうことによってもう出てきちゃってるじゃん。登場しちゃってるじゃん。出てきちゃってるけどそこ切り替えて一回今タイトルコール入れたじゃん。こっからかなと思ったんだよ。三村さんが全部の説明を終わってそして相談者さんの相談も読み終えた2分で俺登場した。2分出てこないの。うん。いや、それはちょっとどうか、挨拶だけは入れといた方がいいかなと思っちゃったんだよね。うん。すいません。じゃあちょっと、これもじゃあまた改めますね。はい。はい。ということで、前回に引き続き、はい、ホイップ人生相談室をお届けしたいと思います。うん。DM でリスナーの方から届きましたお悩みに、ホイップ先生にですね、真摯に答えていただこうという、これは新コーナーということになります。で、これはいつ、今でもね、募集を続けておりますので、ぜひ皆さんお悩みがある方はですね、ライスオンミーのツイッターで DM でお悩みを送っていただければと思っております、うん、よろしくお願いいたします。それでは先生今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速一人目のお悩みいきたいと思います、匿名希望の方からいただきました。私は会社で計らずも出世してしまい人前でスピーチや報告をするケースが増えております。しかし重めの喫音なので噛んだりどもったりが激しいので人前で話すのが苦痛で毎日辛いです。転職も考えるぐらい苦痛です。ぜひアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。となるほどいうことでございます。はい、重めの喫音ということですね。はい、まあ重めですから、うん、まあ、長く苦しんできたことでしょうし、そうですね、もう本当心持ち次第でどうにかなるレベルのものでもないと思うんですよね。うん、はい、で、おしゃべりのスキルについて教えることも僕はそんなに効果的ではないだろうなと思っていて、うん、それは知識として知っているっていうことと、うん、それが実際にできるっていうことはもう果てしない距離があるものじゃないですか。はいはい。うん、これは喫音があるないに関わらずね、うんうんうん、言ったところでできないと思うんですよ。うん、まあ、護身術の動画とかね、手首をひねってこう持ってこうやれば相手を制圧できるよみたいな動画ってよくあるけど、うん、知っててもやれるのに10年かかるよっていう話だったりするから、まああんまり技術論を語るということが、うん、いいとは思わないですね。はいはい、で、まあ、重めの喫音ということで、うん、散々解消法とか治療法っていうものは、うん、ご自分で調べてきたとは思うんですよ。はい、もう、それこそ深く悩んできたと思うから。うんうんうん、でも、本当にこう、スポーツ選手がかかるさ、イップスみたいなものじゃないですか。はいはい、複雑に要因が絡まり合ってて、うん、人によって、どういう時に症状が出たりするかっていうのも、千差万別だから、はいはい、それをね、こう、何か、ほどいていくっていうのも、やっぱり至難だと思いますね。なるほどね。ただですよ。まあ、これは、本当に心を慰めるためだけに言うわけじゃないんですけれども、うん、人前に出るっていうことの辛さは、僕も同じぐらい分かってるつもりです。はい。昔、二村さんに話したことありますけれども、うん、はいはい、僕高校生活で、うん、まあ、ちょっとしか言ってないですけどね、うん、高校生活で、失神したことがあるってのを覚えてます。ありましたね、うん。はいはい。失神ですよ、皆さん。ちょっと強めのトピックに聞こえますけどね。そうですね。失神したことがある。失神したことがあるんです、うん。あったね。当時15歳、16歳ぐらいの僕っていうのは、うん、もう人と喋ることが全然できなくなっちゃって、うん、まあ、もちろん友達も一人もいないんですけれども、はい、ある時放課後でね、うん、風紀委員会の集まりっていうのがあったんですよ。うんうんうん、で、各クラスから一人選ばれた風紀委員が、うん、教室に集まって放課後、うん、で、活動報告っていうのをしていかなきゃいけなかったんですけれども、はい、うんうんうん、どんどん自分の番近づいてくるじゃないですか。うん、じゃあ1年1組誰々さん発表してください。次は1年2組誰々さんです。はい、どん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 僕の
出番が近づいてくるたびに、ほんとね、耳で聞こえるぐらい心臓がバク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 って鳴り出して、やばい次、俺だ、俺だ、はぁ、はぁって、息もどん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 荒くなってって、はい、では次、1年3組の高橋さん、報告をお願いしますって言われて、はいって立った瞬間、目の前に白い光が、チラ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 って、吹き荒れたと思って、ああ、やばいやばい、なんだこれーって思って、ふっと気づいたら、はい、俺机に顔面突っ伏して、おげげ吐いちゃってたんですよ。ゲロ吐いてたんです。はい。はい、つまり立ち上がった瞬間に、うん、僕意識飛んで数秒間失神してたんですよ。それで急に僕が倒れてゲロ吐いてるから、もう教室中騒然となって保健室に運ばれてったんですけれども、まあこれは極端な例にしてもですよ。いやいやいや、これはもうね、人生相談で今日場だから、うん、僕もちょっと今こらえてますけど、はい、初めて聞いた時はもう30分笑ってました。そんな笑ってた。まあこれは極端な例にしてもですよ、例えば二村さんも流暢に喋ってるように見えますけれども、アウェイの現場に行って仕事するときとか、慣れない役割の仕事するとき、ガタガタに噛み倒すでしょ。いやそうですね、うん、まあ得てして本人しか気にしてなかったり気づかなかったりするんだけど、二村さんも慣れない現場行ったとき、あ、やばい、俺今日調子悪いな、全然うまく喋れてないなって思いながらお仕事されるじゃないですか。でまた意識すればするほどこう道具にはまっていくというかね、そう、噛み倒していったりってしますよ、うんうん、だから喫音者はもちろんのこと、プロですらシチュエーションによって全然うまく喋れなくなったりするわけなんですよ、はいはいはい、それだけ囚人監視の中で発言するっていうのは、脳みそと心への負荷が高いということです。で、これ相談者さんのね、文面からは判断できないんですけれども、まあ、ご家族の前で喫音が出てもそんなに気にならないと思うんですよね。なるほど、うん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 。なんだったらご家族の前になると出なくなるようなタイプかもしれない。あ、うん、はいはいはい。で、これ問題を整理して考えたいんですけれども、おそらく相談者さんの苦痛の原因っていうのは、喫音そのものよりも、例えば職場であったりとか、スピーチの場における周囲の無理解が僕は本質だと思うんですよね。周囲の無理解。うん、はい。だって、家族の前で喫音が出て気にならないのであれば、それは喫音自体が苦しみの原因じゃないということですよ。はいはいはい、それよりも、自分のことを知らない人の前で喋って喫音が出てきた時の恥の感情をどう思われているんだろうっていう無理解の目線が辛いんだと思います。はいはいはい、それこそ重い喫音者の方って、知らない人が見たらわざとやってんのかなって思うぐらいの方もいたりするじゃないですか。そこが多分ネックになっているんだと思うんですよね。なるほどね。で、心の病もそうですけれども、外から見て分かりやすく判別できるものではないと。だから、こちらからの説明なしには理解されるのは難しいと思うし、そういう社会になっていくのはまだまだ時間はかかるとは思うんですよ。で、あるならですね、喫音を直すということで頑張るよりも、まず最初に自分が喫音なんで、多めに見てくださいねという理解を得ていく方が、自分にも、そしてここが大事なんですけど、周囲にも不幸が少ない気はします。なるほど。まあ簡単な話ではないですけれどもね、まあこれもまた僕の例で申し訳ないんですけれども、僕も21歳まで人と全然会話をしてこなかった人間なんですよね。ずっとテレビと漫画と本でこう時間を過ごしてきた人間なので、友達なんか一人もいなかったわけですよ、そういう人間が21の時に芸人になろうと思ったわけ、舞台に立つたびに心臓が止まるんじゃないかっていうぐらいの緊張だったんですよね。それは滑るっていうことへの強い恐怖があったんだけど、まあ、結論から言いましょう。いろいろ話しとってね、あの滑らないようにするっていうことよりも、滑ってもいい環境を作ることの方がずっと楽だったし、結果的に力もついたんです。具体的にはそういう自分を周りに理解してもらったら、僕が滑った時にスッと周りの人間がフォローして笑いを取ってくれるようになったりするし、俺滑ってもいいんだって思えるといっぱいボケて思考回数も増えていくんですよね。なるほどね。連動が上がっていくんですよ。だから
家で、人知れず受けるための努力をするというよりも、うん、自分が失敗してもいい、それで許される環境を作っていくって方が、うん、長い目で見た時に腕が上がるなと僕は思った。うん、なるほど。まあ難しいですけどね。それこそ自分のことを知らない場でスピーチをしたりする時とかっていうのは、自分の吃音を最初にどう理解してもらうのかって難しいと思うし、うん、はいはい、それこそね、吃音の代表的な症状って最初の一語が出てこないんだっていうのがあるから、その方策は難しいけど、まあみんなそれぞれ人に知られないバグを抱えてるわけじゃないですか。うん、そうですね。人間的にね。うんうん、でもバグだと思ってると恥ずかしかったり、さらすまいと隠す方向に行っちゃうんだけれども、うん、これが仕様なんだというふうに開き直れたら、少し楽になるんじゃないかなとは思いますね。ね。自分の背負った業を周囲に理解してもらう、うん、許してもらう空気づくりというのは、結構大事かなとは思います。まあただね、立場上もあるからね、偉くなっちゃってるっていうので、まあね、なかなかね、こう弱みであったりとか、突然そんなことを話をするっていうのもまたハードルは高いんだけど、やっぱりね、もうおっさんになってくると、劇的に自分のスペック、パラメータって変わんないから、それよりも、そういう自分を周囲に認めさせていく方が、割と生きやすくはなるとは思う。で、自分がずっと短所だったと思ってたことが、自分の長所の対になっている部分だったりもするしね。そうね、やってみるとね。ここは本当に、吃音の原因が複雑回帰であるように、自分がこういう人間になったっていうのも複雑回帰ないろんな巡り合わせだったり、運だったり、出会いとかね。そういうものの、すごいカオスな積み重ねによって相談者さんという人間が出来上がってるから、割と俺ってこういうとこダメだな、でもそんな自分もまた可愛い部分でもあるけどね、ぐらいの自己肯定感が高まるようになるととってもいいなと思います。まあ一朝一夕ではいかないところではありますよね。でも向いている方向が少し変わるだけで全然状況が変わりますからね。違う方向に足を一歩踏み出すまでもない、向いている顔の向きが変わるだけで割と時間の経過とともに風向き変わってきたりしますので、これがねちょっと役に立つかどうか分かりませんけれども、まあ、みんなそれぞれ背負った業をどう処していくかっていうのは人生のテーマですな。以上。いや、ありがとうございます。ねえ。いや、まあね、この相談者の方のね、環境とかもあると思いますけど、おいぴさんから出てくる言葉は、比較的こう、ポジティブにね、捉えていいんじゃないですか。そうですね。ありがとうございます。じゃもう一方、ちょっと言っときたいと思います、今日ね。はい、こちらも匿名希望です。自分のこれからの進退について相談したくご連絡しました。私はお酒が原因で、まあ、壁を3箇所、まあ、それだけではないんですが、さらには嫁一人を失いました。嫁を失ったことに未練はありませんが、今結婚されて幸せの絶頂にいるホイップさんはいいなぁと思います。今も毎日ウォッカを飲んでいるので、Amazon のウォッカの再注文回数がえらいことになっています。このメッセージをウォッカを飲みながら書いています。僕はこれからどうすればいいのでしょうか、ということですけど。なるほど。まあ、これはもう、今すぐアルコール依存症の治療を受けた方がいいと思いますね。もうやめるというだけではなくてね。エンタメ的に処理するんであれば、はい、いやーやばいな酒癖はははって消費することはできるんですよ、はい、僕と二村さんでそれを笑い飛ばすってことはいくらでもできるんですけれども、それをやるとこれもまたありなんだと、受け入れられたと思ってしまう誤ったメッセージを僕らが送ることになるので今日はしません、はい、すぐアルコール依存症の治療を受けるべき、ちょっとね、もう文面から感じるのは、少しもうご自分の悪魔性をちょっと許しちゃってるんですよね。ああ、なるほどね。もう、結構前の段階でライン超えちゃってるよっていう。で、それを、こうして、自分の酒の失敗談としてやらかしたこととして書いて送ってきているじゃないですか。はいはい。
普通はね、恥じるんですよ。うん、うんうんうん。これは隠そうとしなきゃいけないことなんですね。僕の周りの人間で酒飲んで物壊したら一発アウトですよ。うん、そうですね。コンコンと酒をやめろと。うん、お前は絶対に飲んではいけない側の人間だっつって、うん、もう本気で説得する、はい、でもそうではなく何回も物を壊したり、うん、今もまだお酒はやめられていないということですよね、うん、多分相談者には現状を周りに止めてくれる人がいないんだと思います、はいはいはい、うん、まあ間違いなく依存症だし、うん、このままだと相談者さんが死ぬか犯罪を犯すので、頼むからすぐに治療に入ってほしいですね。まあでも確かにその自分でね、その悪い部分を認めちゃってるっていうのは、うん、確かにそうかもね、この文面でね。そうですね。なんかもう文面からは、どうなってもいいっていう自暴自棄な気持ちと、はい、どうすればいいのかっていう SOS の気持ちが、もう、一個の文章の中からもぐわんぐわんに触れてるのが分かって、まあ、だいぶ不安定だなと思いますね。でもアルコール依存症は本当に病気ですから、うん、あの本当に治療してもらうのが一番ですよね、はいはいはい、専門家の方にね、うんうんうん、西原理恵子さんっていう素晴らしい漫画家の方がいらっしゃるんですけれども、はい、旦那様が昔ね、あの、アルコール依存症だったんですよ。で、結果的に旦那様は亡くなられてしまうんですけれども、うん、その、西原理恵子さんがさ、一個だけ後悔があるって言って、うん、言っていて、はい、あの、自分は家族だから、うん、旦那のアルコール依存症を治せると思ったと。治してあげられると。家族だからこそできるはずだって思ってたんだけど、うんうんうん、大間違いだったと。これは病院に行ってもらわないと治らないものだから、なるほどね、私はそこの判断だけは失敗したと思って後悔していますって言ってて、このアルコール依存症に対して何か僕が言えることはないな、本当に頼むからすぐ病院入ってくれっていう感じ。うん、まあでもその言葉が大事じゃないですか。うん、やっぱズバッとこうね、いやもう病院に行きましょうという、一つ決断と言いますか、うん、そう、アドバイスというね。で、まあ、ライスオンミーっていう番組の性質上ですよ。うんうん、これを笑うことはできんのよ、うん、し、そういうカラーはあるけど、はい、何でもかんでも笑っているっていうことは、リスナーさんの利益にならない、うん、まあ僕はね、面白いことっていうのはそれこそ業の工程だと思ってますから、こういう失敗があってもいいとは思うけど、うんうんうん、本当にその人のことを思うんだったら何でも笑ってあげるのはプラスにはならないんですよね。そうですね。それはその人の悪魔性を僕が側も許しちゃってるっていうことになるから、なるべく許してはいきたいけど、はい、これはダメです、うん、でもうよく本当にこれはギャグで言うんじゃなくて、うん、あのお手紙を送ってきたと思います、うん、ナイスナイス送信。なるほど、これをあえてここに打ち上げてきたというのは、一ついい判断だ。それは本当に一ついい判断だと思うから、うん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 、ちょっと直してからまたメッセージを送ってきてよ。なるほど。こういう治療院に今入りましたとか、うん、そういう報告の方が俺はどっちかっていうと嬉しいかな。はいはいはい。そうね。今入りながら、禁酒1ヶ月目ですとか、それこそあの、グループセラピーで、この話したら受けましたとか、そういうお話を、うん、この相談者さんからまた DM もらえると読みますので。なるほど。うん。まあホイップさん自体もね、酒では失敗してる人ですから。まあそうですね。ねえ。でもあえてここは今回は真剣にということでね、うん、お答えいただきました。はい。はい、先生ありがとうございました。とんでもない。今回もまたこうちょっとお二方の相談に乗らせていただきましたけれども、うん、これ皆さんいかがだったでしょうかね。これだから皆さんがこの今回、まあ前回にわたって2回にわたってのこの相談結果を受けて、うん、あ、ちょっと自分も相談してみたいなと少しでももし思った方はですね、うん、ぜひライスオンミーのツイッターの DM こちらでメッセージをいただけましたら、うん、あのまあちょっとご紹介して、まあ、先生にちょっと相談に乗っていただこうかなと思っておりますので、うん、そうですね、はい、ということでありがとうございました。とんでもない。以上、ライスオンミーでございました。ここからは